毎度 A ちゃんです。今日はザ・ウールマークカンパニーさんにお邪魔します。ウールについて教えてほしい。ウールってなかなか分かりにくい部分、3つのポイント、今日はですね、視聴者の方からウールについて教えてほしいというご要望がありましたので、ウールマークカンパニーさん、はいはい、来てちょっといろいろウールのレクチャーをしていただきたいなと思ってます。西澤さん、ウールマークカンパニーで商品開発教育ライセンスの担当しています西澤です。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ早速なんですけども、まずウールマークカンパニーさんの説明から、はい、お願いしても、はい、よろしいでしょうか。ありがとうございます。ザ・ウールマークカンパニーですね、非常に変わった企業でして、私たちポイントなのはですね、非営利系、まあ、非営利組織というところになっています、はい、親会社にですね AWI オーストラリアンウールイノベーションという会社があって、まあ、その子会社という立ち位置で、まあ、オーストラリアで取れるウールを、まあ、グローバルにこうプロモーションしているという、そういった企業になります。でポイントは非営利というところでして、はい、物を売ったりとか、まあ、サービスを提供して、まあ、お金を稼いでる、お金を稼ぐっていう企業で実はないっていうところですね、はい、そうするとじゃあどうやって私の給料とか、じゃあこうやってその企業が成り立ってるかっていうと、はい、実は牧場主さんたちからこうお金をいただいてるっていう、そういった形になってます、はい、基本的にはウールの PR がメイン。そうですね、そうですね、もちろんウールに、ね、関わる産業のいろんなサポートをしてますので、例えば工場さんとかが何か新しいものを作るよっていう時にはこうお金を出したりだとか、まあ、そういうこともしてますし、あとも学生さんとか、あとは企業さんに、まあ、ウールのことを知ってもらうためにこう研修会開いたりだとか、まあ、そういったこともしてます。で一番大きいのはやっぱりこう企業さん、まあ、ブランドさんとかアパレルさんがこう製品を売ってこう世に出していくときに、ウールってなかなか分かりにくい部分もあったりするので、まあ、僕らの方で、まあ、ちょっとコンサル的な形でこんな形にしたらウール売れますよみたいな、まあ、アドバイスをしたりだとか、はい、時には私たちのお金をこう出して、皆さんの製品が売れるお手伝いサポートするっていうのがウールマークカンパニーですね、はい、なるほど。じゃあまさにその一環の教育ですかね、はい、という面で今日はいろいろとお話を伺っていきたいと思うんですけども、はいはい、ちなみにもう本当にばっくり、ウールってどんな素材だったりとか、はい、どうやってできてるかっていうところから、はい、ちょっと一から今日教えてもらえたらなと思います。わかりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。まあ、ウールですね、私たちまずウールのどういったところをこう皆さんに知っていただきたいかっていうことで3つのポイントを挙げてるんですけど、まあ、1つはもう単純にこう天然繊維だよっていうことですよね。でそれからあとはまあ、再生可能っていうことを伝えてます。再生可能ってリサイクル可能っていう意味じゃなくて、はい、まあ、羊さんがいてある種こう健全な環境の状態があれば羊の背中からこうずっと生えてくるんですよ。だからまあ枯渇しない、はい、そういったものですよということで、まあ、何回もこう生えてくるということで、まあ、再生可能っていう言い方をしています。でそれから3つ目、最終一番大事なポイントはやっぱり生分解性があるということで、何かこう特定の条件とか揃えることなくて自然の力で、まあ、土壌でもそれからまあ海洋中でもウールっていうのは溶けて、まあ、自然に返ってくるよ、まさに天然繊維ってそういうことだと思うんですけど、まあ、それが大きな特徴だっていうことで、まあ、3つのポイントで、まあ、大体こうウールを皆さんに知っていただくっていうことでお話をしています。なるほど。まあ、その成分解性だったりとか、うん、まあ、ウール、まあ、今まさに、ね、SDGs とか、うん、言われてますけど、そういったものにもフィットした素材、ね、そうですね、そうですね。人によっては今ウールなんていうんですかね、一つの答えだみたいな形で、うん、ウール繊維を捉えてる方っていうのが増えてきてるのかなっていうのを印象つけます。なるほど、ありがとうございます。ちなみにウールって、はい、羊さんから今目の前にありますけど、はいはい、最初はこういった状態ですね。そうですね、羊さんから取ったものがだん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 こうやって糸になっていくっていうことなんですけども、どこのあたりの羊さんが多いんですかね。まあ、羊の種類って実は世界に3000種類ぐらいあるって言われてるんですけど、まあ、その中でアパレルで一番向いてるのが、まあ、メリノウールっていう、まあ、そういった種類になります。でこのメリノウール自体が、まあ、オーストラリアで、まあ、たくさんこう飼育されてますよっていうことで、まあ、オーストラリアのウールっていうのはアパレル
向けにすごくたくさん生産されているっていう、なんかウールだとオーストラリアってイメージが強いと思うんですけど、それがやっぱりそこにつながっているのかなというふうに思います。ニュージーランドも有名かなと思うんですけど、やっぱりオーストラリアの方が多い、はい、そうですね、もう数でいうともう絶対数的にもオーストラリアがすごく多くてですね、何々さんっていうなんていうんですかね、国の指定がなかったりとか記述がなかったりすると、もうそのほとんどが、ね、オーストラリア産のウールと思っていただいて間違いないですね。なるほど、はい、ニュージーランドって書いてなかったりとか、そうフランス産とかなければ大体オーストラリア、その中でも種類としてはメリノウール、はい、多いんです、ね、一番多いですね。でメリノウールなんで多いかっていうと、やっぱり細い毛ですね、要はこの繊維の断面マイクロンって言ったりするんですけど、そのマイクロンの、細いものをたくさん産出するのが、メリノウールっていうことで、アパレルだとそのメリノウールの種類の毛が使われてるっていうのは大体多いんですね。なるほど、はい、ちなみに羊はオーストラリアのメリノが多いってことなんですけども、はい、糸になるまでには例えば紡績の国が違ったりとかあるんですか。はいはいはい、あります、あります。実はオーストラリアすごい面白くて、オーストラリア基本的に毛刈りされたら、それでほとんどおしまいっていう感じなんですよ、はい、90数パーセントが実はもう中国の方に輸出されていくっていう形になっているので、オーストラリアでは基本的には皆さんテレビで見るような毛刈りしか行われてないっていう状態で、それ以降はほとんど中国であったりとか、インドであったり行われるっていうのは普通ですね、はい、なるほど。ちなみに日本ではなんか昔はあったとかあるんですか。日本でも羊飼育されてるんですけど、どちらかというとお肉用で飼育されてるケースが多くて、あんまりこう毛は実は使われてないですね。最近その毛を使おうってプロジェクトもあったりはするんですけど、まだまだ毛質であったりだとか、そういった仕組みがあんまり出来上がってきてないかなっていうところはあります。なるほど、はい、